ヤマハ発動機が田植えをせずに自動で種もみをまく農業用のドローンを開発しました。ドローンの新たな活用に生産者は期待を寄せています。ヤマハ発動機が開発した農業用ドローンが空から散布しているのは米の種もみです。モニターに映っている赤い線がすでに撒いたところです。種もみを散布するルートを登録しておくと、その通りに自動で飛んでくれる仕組みです。田植えも必要なくなるので、労力とコストを大幅に軽減することができます。操作するのは離陸と着陸の時だけです。そんなに難しい。なんかやってみたいなとは思ってました。撒いている種もみは真っ黒。これは鉄でコーティングしているからです。重さをつけることで種もみが水中に沈み、しっかりと根を張ります。これ普通の市販のやつ？はい、市販のやつです。市販の除草剤なども同じように自動で撒くことができます。すでに購入した生産者は、生産効率が高まり省力化にもつながると期待を膨らませています。体も楽だし、乗る大きな機械をわざわざ持ってこなくてもいいしっていうのが楽ですよね。短期間での集中仕事になるんで、いかにその量をこなすかっていうことを考えていかないと。高齢者の方、女性の方、体疲れる方とかいろいろいらっしゃるかと思うんですけども、その方々に、楽に散布をしていただくというところを目的に使っていただければいいかなと思っております。ヤマハ発動機は実証実験を2年間繰り返していて、今後も開発と検証を続けていくとしています。